かなり釣れたんじゃん。釣れましたね。これ動画初じゃん、こんな釣れたの、うん、これカメラしか回してないですね。カメラしか回してなかったですね。じゃあこれはもうね、釣れなかった春奥さんにね、これ料理してもらいましょう。俺が料理するのこれ。そう当たり前じゃないですか。俺はちゃんと釣ったんですから。釣ってない方もやっぱ仕事はね。ということで春さんが今日はレッツクッキングですね、うん、レッツクッキング。うん、誰もいい。俺はやらない。じゃあ、はるさん頑張ってみましょう。はい、で、はるさん、これ、この中で大好きな魚、どれですか？俺、タマンが好き。タマンが好きですか？あれですね、一役揃ってますね、これ。これで上がれる状態ですね、これ。完全に。さあ、俺のブラックキーオットの思い出が詰まった包丁で。おぉ、いいですね。取れますね。取れるね。うん、最近、貝エビスっていう魚釣ったんですけどね、あの魚は全く鱗取れなかったですね。鱗めっちゃ硬くて、防御力3000ぐらいのメタルスライム並みの防御力持った魚がいるんですけど、それに比べたら全然取りやすいですね、うん、うまいですね、あれ。結構自炊とかするんですか、家で。しない。しない。ないけど、一応できるよ。できる、ジラーシュ。才能って言ってもいいかな、才能これは、うん。釣りの才能はないけど、料理の才能はあれみたいですね。いやいやいや。あれは、うん、釣りの才能じゃなくて、うん、あれだな、針選びの才能だな。針選びの才能。俺こんだけ釣ったのはじゃあ針のおかげだったってこと。そうだね、俺は別にロボットでもよかったのに。誰でもいい、うん、こっから行くの、こっから行くの。俺初心者だからよ。俺ケツから行ってますね。ケツから、うん、アナルハ。アナルハですね。餌で使ってたオキアミとかエビとか多分入ってそうだな。入ってるんで、これ全部取り出した方がいいですね。3倍速ぐらいでいいんじゃん。ペル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 。はい、できました。お、タマン終了。こんな感じでどんどんさばいていきましょう。ことね、内臓の方取ってくれたんで、骨までちゃんと火が通るように、切れ物ね、こうやって。あれ？骨まで通りやすいように。まあ、ここで止めますけどね。骨まで食べれるように、ちゃんとここで、うん、ね、身を割いてあげれば、骨までちゃんと唐揚げが、うん。短時間でね。短時間でできるということ。へー。全部拭いた方がいいな、ペーパーで。そう、揚げたら、ババババーンするんじゃん。ババババーン。うん、キッチンのペーパーで、うん、キッチンのペーパーで。俺が釣ったからですね、これ。俺が釣った。俺が釣りましたよ、皆さん。そこまで言う。俺が釣ったからですよ、これ。そこまで言っちゃう、うん、釣ってない俺の前で。相手の気持ちを考えない男ですからね、本当に。やっぱりね、あのツーバーいるじゃないですか。釣りの申し子とか言われてるけど、俺に勝てるのかっていう。3時間で13匹釣れるのか、お前っていうね、うん、それを問いただしたいよね。今度ツーバーと釣れたいけど、ちょっと分からせたいですね。調子乗ってるの、うん、ちょっと天狗なってない、うん、俺が真の釣り人だということをね、本当に分からせてやりたいですね、本当に。やっぱどれから行くんですか、やっぱり上げるのは。大きいやつから、うん、春おっきだけの大きいやつから行くみたいなんですよね、これね。カットですけど、これ、ね、油で泳げ、今度は泳げ、たゆきくん泳げ、GT、ミニ GT。 さあ、次はこうやって。あっち水分取れてるんじゃないですか。取った取ったけどな。になっちゃうよ。いや、になっちゃうよ。関係問題でも、あの文句言われるんで、やめろ。俺、ひっちゃん食べれないのかな。出かけてるって言ってますからね。はい、ちょっとこんな美味しいものだな。世界一かわいそうな人ですね。世界一。上がりましたね。だいたいこんな感じですかね。おお、いいですね。これまでいけるやつじゃないですか、これ。いけるな。これまでいけるな。美味しそう。いい香り。はい、完成。どうもじゃん。これだけじゃないんです。カビラ系男子ですね。一工夫加えてなんか美味しくするってことですね。むむ。あ、いいですね。ヨーロピアン。いいよ。ヨーロピアン。お、ヨーロピアン。うお。東京で一人暮らしの実力だなこれ。まあこんなもんかな。料理名適当。適当。これ舐めてるだろ。適当でこれ出されると思う。たけしを別れた、別らしたった半掛け。あっしゃ、美味しそうですね。もう骨もパリパリだから丸ごといけるはずよ。色とりどりでいい香りしますね。おお、すごい。さすが、ハールさんがさすがこんなの作ると思わなかったですね。な、あんに絡めて、うん、食べて。うん、魚の濃厚なあの味わいと、何でもパプリカ、玉ねぎ。玉ねぎ。で、ニンニクの芽、ニンニクの芽と、あと、舞茸だね。この山の風味がそのまま広がっていって、私、骨ごと食えるから、骨の旨味もあるし、やっぱジャイアントトレバリーとか、とんがった味、揚げただけ、揚げただけでも美味しいし、うん、上からさらにこういう味付けすると、うん、さらに味が増すというか、非常に美味しいですね。
さすが東京に行った男は違いますね。どれから行くんですか、うん、お口に入りきれないから、小さいからお口が、うん、お女子みたいなこと言いやがっていいか、いただきます。うまっ。これは失敗だな、うん、あ、片栗粉入れつけて、うん、あ、片栗粉食った。ゼラチン食ってるみたいだな。ゼラチン1500円は取れるんじゃないか。これ以上居酒屋でこれ1500円でたら俺喜んで食べるね。このボリュームだったら1500円、このボリュームだったら食べるわ。この味だったら超美味しい。いや美味しい美味しい、本当に美味しいの一言で尽きる。これびっくりした。美味しいな。美味しいしか言ってない。美味しいしか言ってない。美味しいの中の美味しいを見つけていきたいって言われて。ああ帰ってきましたね。おこれ美味しそうだな。うまいじゃん。釣った、うん、何匹釣った。おお13匹おお釣ったな。いただきます。すごい、これまで食える。うん、これ何、これはこれなんだろうな。これタマンですよ。これタマン、これタマン、これタマンですよ、うん、こんな小さい。どうですかこれ、ハールさんが作ったあんかけみたいなソースの味は。なるほどね。うん、来年には潰れるだろうなっていう中華飯店。バイトの給料で、うん、貯金そこつけるだろうなって感じ。辛いな。おいしいではある。おいしいっすよね。おいしいではある。お二人たけしもたけしもね、うん、結構酔っ払ってきたんで、はい、締めとくか。締めとくか。突然ですが、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。中途半端な締め方するな。ない。お供が、お供がない。おしまいだ。ブロリー編のあのベジータになってますね。